毎週火曜日のこの時間は、神戸金組のブラッシュアップです。はい、今日の朝刊は、能登半島地震から3ヶ月という記事がすごく多くて、特集弁も作られてまして、改定、はい。まあ 隆起した漁港の,の話とか、うん、これ一体どうしたらいいんだろうなと改めてちょっと考えちゃいましたね。3, まあ、3ヶ月っていうことのまとめ記事なので、まあ、すごくこう<ー>全体が今どうなってるかっていうのが分かりやすくなってるんですけど、はい、お僕らの仲間のあの MRO 北陸放送さんという会社があって、ええ、そこのニュースを見たら、3月29日の段階で244人が犠牲になっていて、輪、うん、島市ではいまだに3人の安否が分かっていない、うん、まあ3人、そうなんだとで、断水してるのは7860個、うん、まあ、多いですよね,ね、まあ、普通の断水ってそこの断水箇所を直せばいいんでしょうけど、うん、そ,それが無数にあるのと、さらにそこをつないでもそこから家に来る。 自分の個人で使っている部分の修復なんかがあるから、復旧、すごい遅れてますよね、はいうん、で住宅被害も7万5441個と MRO さんを報じていました、うんうん、いや、これはすごいことだなと改めて思うんですけど、3ヶ月経ってみて、まあ、早かったのか遅かったのか、長いって感じてるのか。うん 僕らはね、あの、まあ、四六時中、地震のことを考えてるわけではないんですけど、うん、ま、現地の方々からすると、とても長い、そうですよね。時間が経ってるんだろうなと。で,ね、で、これが一体いつまで続くのかという見通しがまだ経ってないじゃないですか。うん、そうですね。いやで、僕ら離れてるから、3ヶ月あ、そうだったっていうふうに思うんですよね。で、まあ、僕らの報道をする、 時に、まあ、あの地震から3か月とか半年とか1年とか2年とかや、ね、あありますよね、はい、あのそういう報道をしていくことでこうまあ自分にとってあそうだった思い出さなきゃいけないなって思うような効果があるかなとも思うんだけど。えー まあ一方で、あの僕は前職の新聞社時代には島原の原だけ災害の担当をしてて、ええ、1>, まあ1万人がずっと避難しているような状況がずっと続いていたんですよね、うん、でその時にきに、えーまあ、区切りだけじゃなくてやらなきゃいけないとはずっと思っていたんですけど、うん、先輩から言われた言葉があって、あの何も変化がなくなってくるんですよ、うん、日々の被災地の。はい まあ仮設住宅は仮設住宅だけどそこでの生活が、はい、進んでいるわけじゃないですか、うん、で昨日と比べて今日何があったってわけじゃないわけですね、うん、でどうしたらいいのかなと思っている時にこの先輩が言ったのが1万人が避難しているっていうのは大変な異常事態だよと、うん、それが1年も続いてるっていうこと自体が大変なことなので、うん、これがニュースじゃなかったら何がニュースなんだと、うん、毎日ニュース出せるはずだよって言われて、うん、なあ そうかと思ってこう、うん、もっともっとやらないといけないなって思ったと思います。うん、まあ一方で、6月3日の大火砕流から1年とか2年とか、噴火の開始した11月17日から1年2年とか、うん、まあいろんなこう日付があって、その時はその時でやるんですよね。うん、でそれはあの忘れちゃいけないと、もう一回もっと多くの人に思ってもらいたいと思うし、うん、それから東京で、 きちんと新聞紙面のスタイル、まあ、テレビだったら TBS に流,さし流してもらいたいと、うそういう時に、なんか理屈がいるので、3か月とかいう日付をに合わせてやろうみたいな、んそんな感じになるんですよね。ところが、そのことを、ある精神科医の方から、あのちょっと注意されたんですよあの、アニバーサリーリアクションという言葉を知っていますかと言われて、まあ、アニバーサリー、記念日ですよねのお、反応、リアクション。あの 誰か家族を失ったり心に重い傷を負っている人が3か月、1年って言われるたびにふとその起きた瞬間に戻ってしまうと、うん、精神科医からするとアニバーサリーの報道は意味があることはわかるけどそれが非常に精神的にはマイナスになるんですよ、うん、って言われて、うん、びっくりしたんですよね。うん だから能登半島自身から3か月という報道を見るたびにあの元日の状況に心が戻っちゃう人が出るということですね。これは両面あって、まあ、その人たちのことを考えてこう慎重にということもあるかもしれないけどそうしたらなかったことになってきてしまうし忘れ去られてしまうしバランス取りながらやるしかないなとは思ってるんですけど日付を決めて報道するっていうのはね、うんうん 難しいんですよね、どんなことが起きたのかっていうことを伝えるときにも、まあ、映像、うん、当時の映像を使うこととかもあるじゃないですか、はいえー、それがまたあのフラッシュバックさせてしまうってうこともあるし、知らなかった人には、こんな大変なことが起きたのかって知ってもらえることにもなる、うん、この板挟みは本当に難しいですねうもうまもなくねあの、ガザの侵攻から半年になるんですよね、今でも本当にひどい状況続いてますけど、<ー>まあ僕らはつい遠くのことで忘れちゃってる。 そこから、まあ、あ半年も経つんだとか、これがまだ続いてるんだって考えて、気持ちだけでも少し寄り添うっていうのは、大事なんじゃないかなとは思います日付の報道って、僕はやっぱりいろいろ言われるけど、やっぱりいる,いるなと、少なくとも日付はの日はやる、それ以外の日もできたらやりたいっていう,、ねうね、3か月、水が出ない生活を余儀なくされてる方が今いるって。 うん、自分がそうだったらって考えるとですね。7860個だそうです、ね、すごいことですね。ねまあこうやって日付を決めて、きちんと報道していくことはや、はいや、ちゃんとやらなきゃいけないなとも思っています。はい、で、ちょっとだけ、えー、お知らせしますと、はい、4月2日は世界一閉症啓発デーということで、はい、世界中で、えー、なないろんなものを青く染めようという、うそういう日なんですね。今日ですね。えーはい、で今日もあの今見てみたら、あの福岡県は、あ 公会道の貴賓館をブルーライトアップするし、まあ、僕らのすぐ近くの福岡とか博多ワータはあります,す、ねうん、大牟田市や久留米市もお視聴者を青く染めると、うん、佐賀県も見てみたらあの筑後川の紹介峡とかですね NHK 佐賀放送局なんても出てましたね、まあ、今日はだから夜ブルーに染まる日あの建物がいっぱいあるしあの花火なんかもあるみたいですけども世界自閉症啓発で4月2日あだということでえ今日いろんなところで青いもの 出ますけど、そういうことだと思っていただけたらと、これも日付の話かなとも、ねはい、さて、8時40分過ぎのキャッチアップでは、はい、どんなお話を。えー、KBC、薄井健一郎さん、一回ここに出ていただきましたが、はい、一緒にトークイベントをやったので、その紹介をしたいと思っています。はい 落語家の立川正士です。2週間のニュースの中から気になる話題を題材に新作落語をお送りしているポッドキャスト番組立川正士のニュース落語、もう聞いていただけましたか？政治家の問題発言や動物たちの微笑ましいエピソードなどなど落語の世界でお楽しみください。アップル、Spotify、Amazon、Google の各ポッドキャストで立川正士で検索してフォローお願いします。 また生放送でいち早く番組をチェックしたい方はラジコで RKB ラジオ立川少子金サイトを聞いてください毎週金曜朝6時半から10時まで生放送中ですさらにこの立川少子のニュース落語は本で読むこともできますお近くの書店ネット通販でお買い求めください本と音声両方で立川少子のニュース落語どうぞご引きにめちゃくちゃお得ですからねこれね ああ、毎週考えてんだよ。